今ですね、フィンランドのヘルシンキにいます。で今いるところがですね、カイ・ボビスト公園というところがですね、市内の中心南部に、だいたい市の駅からですね、だいたい20分ぐらい南に下ったところにあるところです。で今あの公園の中を散策してるんですけどね、カモメ食堂っていう日本の映画があるんですけど、そこの撮影でも使われた公園ですね。でなかなかね、のどかな雰囲気、そんなに今人はいないんですけどね、すごくゆったりとした 風景が楽しめると思います。ただこういう岩とかでね、ちょっとこうやってスロイたりとかなかなかね、いいですね、この公園、気に入りました。まあ、フィンランド、まあ、北欧なんかも、他の、まあ、ヨーロッパの諸国もそうなんです。基本的に公園が多いです。で、公園に行ってゆっくり休んでね、基本的に公園って無料なんでね、そういうことを楽しめると思いますね。